はるきくんに聞いてもいいですか。いいよ。はい、今いいあの歌舞伎以外で楽しみにしていることとか、楽しいことってどんなことをしている時ですか。プロレス。プロレスするんですか。うん、誰と。いや、するっていうより見る。見に行ったんですこの間。そこからちょっと好きになって、好きな選手もねいるんだよね。うん。なんで照れんの。会いたいの。会いたいの。なんかその選手にすごい会いたいんですって。まああの歌舞伎もそうなんですけど、私が子供の時に好きだったものを春樹にも見せるようにしていて、例えばドリフターズだったりとかウルトラマンだったりとか、当時の僕は夢中になったものですね。でプロレスもすごい好きなんで生で見に行かせたんですね。まあ歌舞伎もそうなんですけど、その他にもいろいろなエンターテインメントがあるんだよってことを教えたくて、なるべくいろんなものを見せるようにしています。コンサートなんかも一緒に行くこともありますし、でそこでハマったのが、まあ、ドリフも結構やってるし、プロレスかね、うん、山崎さんに行ったら、あの難しい話になってくるんだけど、あの団体はテレビ朝日だから山崎さんに行ったら会わせてくれるかもよ。それなんか大人な感じになってきちゃうんだけど。会いたいね。会いたい。好きな選手は誰ですか。同期の選手、あ、間違えた、同期選手です。同期選手。同期選手、忍者みたいなマスクをつけていて、その選手が大好きなんですね。山崎さんによく言ってみます。はるきさんはビートたけしさんは知ってますか。知ってる。パパがさ、映画出てる時にさ、見てるからチラシで。チラシで見たそうです。まあ僕が出てるもの、過去のもの、そうですね、あの結構古いものを引っ張り出してきて見てますよね。なんかピンポンなんかもすごい最近見てますし、いろいろ見てんだよね。うん。じゃパパと同じように歌舞伎じゃなくてテレビの中に出るお芝居をやってみたいとかっていうふうにも思いますか。何。パパはほら歌舞伎以外でもさ、テレビのお仕事だったり映画のお仕事だったり、いろんな舞台のお仕事だったり、歌舞伎以外のお仕事もしますけど、うん、春樹さんも大きくなったら歌舞伎以外のお仕事もやってみたいですか。テレビとかプロレスです。この間面白いこと言っていて、例えば昼の部歌舞伎座に出演したとしたら、夕方からプロレスラーになりたいそうです。で最終的に宇宙に行って歌舞伎をやる。それはだけどそんな人誰もいないからいいんじゃないかなってパパは勧めてるんですけど、歌舞伎役者でプロレスラーって誰もいないんで、そこを目指してるんでしょ。うん、ね、二刀流ですね。二刀流なんですね。そうだよ。